新型コロナウイルス感染症の状況はまだ収まっているとは言えないと思いますがそのような中にあって昨年の秋に感染状況を見ながら栃木県を日帰りで訪問者の皮切りに地方への訪問をほぼ3年ぶりに再開することができましたコロナ禍にあっては国民の皆さんと直接触れ合うことが難しくなったことを 私も政子も残念に思っていましたのでこの1年都内においてもさまざまな行事が再開されまた地方への訪問も行うことができ皆さんと直に会ってお話ができるようになったことは私たちにと,てもとってもとても嬉しいことでした地方への訪問にあたっては専門家の方の 意見を伺うなど、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に気を配りながら、関係者の皆さんが念入りに準備を進めていただいたことをありがたく思うとともに、現地では沿道を含め、たくさんの方々に温かく迎えていただいたことを、雅子とともに大変うれしく思っております。 10月に栃木県で行われた国民体育大会の開会式に出席した際には全国各地から参加した選手や関係者が3年ぶりに大会に参加できる喜びを分かち合っている様子を嬉しく思いましたしまた、許可リレーの奏者が許可を持って入ってくる様子にコロナ禍の中でも国体が無事に開かれたことを 実感いたたししました11月の全国豊かな海づくり大会に際しては訪問した兵庫県で神戸空港に向かう機内や訪問先に向かう車窓から神戸をはじめとする街並みなどが美しく眺められ阪神・淡路大震災からの復興が人々のたゆみない努力により進められていた様子を感じ 印象に残りましたその一方で28年前の震災で被災された方々の中には今なお困難な状況にある高齢者なども多くおられることを兵庫県知事からお聞きしこうした方々にも引き続き心を寄せていきたいと思っています。また今回豊かな海づくり大会での魚の魚放流行事を 初めて経験しましたが漁業に携わる皆さんが美しく彩られた大漁機を掲げた船に乗り誇らしげに手を振っている姿や式典と放流行事を通じて地方の高校生やオーケストラの演奏をした全国の子どもたちの活躍が印象的でした。昨年は 沖縄の本土復帰から50周年という年にあたり5月の沖縄復帰50周年記念式典にオンラインで出席するとともに東京国立博物館や国立公文書館での特別展を訪れるなど雅子とともに改めて沖縄の歴史や文化についての理解を深める機会を持つことができました。 そして10月には国民文化祭および全国障害者芸術文化祭に際して雅子と一緒に沖縄県を実際に訪れ,たこと訪れることができたことを嬉しく思いました沖縄県では沖縄戦において沖縄県で沖縄戦におけるご遺族の方々のお話を直接伺い お一人お一人のご苦労や悲しみに思いをいたしました激しい地上戦となった沖縄戦の悲惨さや沖縄の人々がたどった苦難の歴史に思いを巡らせ犠牲となられた方々のご冥福をお祈りしそれとともに現在私たちが享受している平和のありがたさを思い改めて 平和の大切さを深く心に刻みましたそして今回の訪問では沖縄の歴史や文化に直接触れることができましたまた平成28年に東宮御所に来てくれた若い豆記者の皆さんとも再会することができ皆さんが立派に成長されていることを とてもししく思いましたこれからも沖縄がこれまでたどってきた道のりを見つめ直し沖縄の地と沖縄の皆さんに心を寄せていきたいと思います日本そして世界の平和を祈る気持ちを大切にしていきたいと思います昨年9月には 英国で70年の長きにわたって在位されていた女王エリザベス二世陛下が崩御されお葬儀に参列するため政子と共に英国を訪問しましたお葬儀では厳粛な儀式が執り行われる中英国王室の方々や各国元社をはじめとする 参列者の方々とご一緒に、女王陛下が長年の間に残された数多くの功績と貢献に思いを馳せるとともに、我が国と、我が国との関係においても、女王陛下が両国の関係を常に温かく見守ってくださったことに、心からの敬意と感謝の気持ちを 新たにしつつ深い哀悼の気持ちを持って女王陛下に最後のお別れをいたしました。女王陛下には私の英国留学や英国訪問に際してもさまざまな機会に温かく接していただき幾多のご配慮をいただいたことに重ねて深く感謝しております。それとともに。 令和になって国賓としてご招待をいただきながらコロナ禍により女王陛下のご存命中に訪問を果たせなかったことを残念に思います今回の訪問にあたってはチャールズ三世国王陛下をはじめ英国王室の方々や英国政府関係者 一般市民の皆さんに温かくお迎えいただいたことを大変ありがたく思っていますこの一年も新型コロナウイルス感染症が引き続き社会に大きな影響を与えました亡くなられた方々とそのご遺族に心からお悔やみをお伝えするとともに 逃亡中の方や、闘病中の方や、後遺症に苦しまれている方々にお見舞いをお伝えします。その中にあって、患者さんの命を救うための尽力を続けている医療従事者、救急隊や保健所などの関係機関の皆さん、人々の日々の暮らしを支えていただいている エッセンシャルワーカーなどの皆さんに改めて心からの感謝の気持ちを伝えたいと思いますコロナ禍においては多くの人々特に社会的に弱い立場にある人々がさまざまな困難を抱えながら生活をしていることに胸が痛みます社会的な孤独 孤立の問題についても心配しています。今後とも生活に困窮している人々やその子どもたちなど社会的に弱い立場にある人々に心を寄せ続けていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症の感染状況は現在、 少しずつ落ち着きを見せつつあるようにも見受けられますが、今後の活動にあたっては、その時々の感染状況に十分注意を払いながら、必要な感染対策を取りつつ、オンラインも活用しながら、さまざまな形で広く国民の皆さんと接することができればと思っています。 結婚してかから30年近くが経つのののと思うと、思う時の流れの速さを感じます。昨年12月の政子の誕生日の感想にもありましたが政子が29歳半の時に結婚してからその人生の半分以上を私と一緒に皇室で過ごしてくれていることに心から感謝するとともに 深い考ええを覚えますこの30年近く二人で一緒に多くのことを経験しお互いに助け合って喜びや悲しみなどを分かち合いながら歩んでまいりました政子はこの1年も工夫や努力を重ね体調を整えながら皇居での行事 都内での式典やオンラインによる各地への訪問そして昨年10月以降は栃木県沖縄県並びに兵庫県へと再開された地方への訪問に臨むことができましたまた突然の英国訪問となった昨年9月の英国女王 エリザベス二世陛下のお葬儀への出席は時差が大きく長時間のフライトとなるなど厳しい日程だったと思いますが二人でそろって参列できたことに安堵いたしましたこの一年はコロナ禍の状況も少し落ち着きその前の年に比べ 出席する行事も増えましたし、養蚕についても、コロナ禍に入ってからの体制から、回顧の種類や頭数を増やすことができ、伝統を引き継ぎながら、熱心に作業に取り組んでいます。そのような中で、本当によくやってくれていると思います。ただ子は いまだに回復の途上で体調には波があり大きな行事のあとや行事が続いた場合には疲れがしばらく残ることもありますそのような際には十分な休養をとってほしいと思いますこれからも無理をせずにできることを一つ一つ着実に 積み重ねてていいいっほしいと思います雅子は私の日々の活動を支えてくれる大切な存在であるとともに公私にわたり良き相談相手になってくれていますし愛子の日常にもよく気を配りながら見守っており生活に安らぎと温かさを与えてくれていることも とてもありがたく思っております私も今後ともできる限り力になり支えていきたいと思っています国民の皆様にはこれまで温かく心を寄せていただいていることに改めて感謝の気持ちをお伝えするとともに引き続き雅子の回復を 温かくく見守っていただければありがたく思いますまた、愛子は大学生として学業を優先していますが、そのような中で、皇居での新年の行事であったり、都内の訪問であったり、少しずつ皇室の一員としての活動を行うようになりました。また昨年3月に 青年を迎えての初めての記者会見に臨みましたが私たちも会見に向けて一生懸命準備をする様子を目にしていましたので無事に会見を終えることができ安堵いたしました愛子が記者会見でも述べたように自身のこれまでの経験は 周りの多くの方の支えや協力があったからでありこれまでさまざまな形で支えていただいた皆さんに感謝する気持ちを持ってくれていることを私たちとしても嬉しく思いました今年度も新型コロナウイルス感染症の影響により事業はほぼ全て オンラインでの出席となりました演習の授業での発表や授業の課題に日々取り組むなど大学での勉学に一生懸命励んでいます早いものでこの4月から愛子も4年生になります新型コロナウイルス感染症の 感染状況が落ち着いて、キャンパスに足を運べるようになり、これまで以上に広い経験を積んでくれればと思っています。愛子は学業で忙しい日々を送りつつも、いつも楽しい会話で、失礼、いつも楽しい話題で、家庭の雰囲気を和ませてくれ。 私たちの生活を和やかで楽しいものにしてくれています。昨年も述べました通り愛子にはいろいろな方からたくさんのことを学びさまざまな経験を積み重ねながら視野を広げ自らの考えと自らの考えを深めて っっててほしいいと願っていますまた今後も思いやりと感謝の気持ちを持ちながら皇室の一員として一つ一つの務めを大切に果たしていってもらいたいと思いますその過程で私たちで相談に乗れることはできる限りしていきたいと思います 皆様には、これまでも愛子に温かい気持ちをお寄せいただいていることに心から感謝しております。今後とも、愛子を温かく見守っていただければ幸いです。皇室の活動についての情報発信を考えるにあたっては、その前提として、皇室のあり方や、 活動の基本に立ちか、立ち返って考える必要があると思います。皇室の在り方や活動の基本は、これまでもお伝えしているとおり、国民の幸せを常に願い、国民と苦楽を共にすることであると思います。そして、時代の移り変わりや、社会の変化も踏まえながら、 状況に応じて、状況に応じた務めを果たしていくことが大切であると思います。皇室を構成する一人一人が、このような役割と真摯に向き合い、国民の幸せを願いながら、一つ一つの務めを果たし、国民と心の交流を重ねていく中で、国民と皇室との 信頼関係が築かれてていくものと考えております国民との交流を重ね国民と皇室の信頼関係を築く上では皇室に関する情報を適切なタイミングで国民の皆さんに分かりやすくお知らせしていくことも大事なことであると考えます。